冷たい校舎の時は止まるは、講談社から観光されている、辻村水木の推理小説。第31回、メフィスト賞受賞作。月刊少年マガジンにて、漫画版が連載された。大学受験を控えた高3の冬、雪の中集まった8人の生徒たちは、無人の校舎に閉じ込められる。クラスの学級員たち8人以外の姿が見当たらぬ、中、 学園祭で自殺したクラスメートの名をどうしても思い出せないことに気づく。自殺したというクラスメートがこの状況に関わっているのか。この8人のうち1人が死んでいるのでは疑心暗鬼は膨らみ、彼らは追い詰められていく。迫る5時53分の恐怖と戦いつつも過去の闇に立ち向かい、彼らは文化祭で自殺したクラスメートの名を探し続ける。 県下一の進学校。高野たちの代が入学する前年に老朽化した校舎の大幅な改装があり、設備の充実した新校舎となったため、高野たちの学年は例年にも増して倍率と偏差値が高くなった。作中に登場する卒業生は千佐と坂木で、また坂木は八代前の特待生である。高野たちの学年の特待生は永久の清水はやめ、 B 級の高野博次、諏訪裕二の三人。雪降る、ある日、クラス委員の高野、水木、理科、秋彦、三流、清水、前々から委員会の活動に協力していた菅原、生徒会の副会長である慶子のみが投稿し、校内に閉じ込められるところから物語は始まる。講談社ノベルス版講談社文庫版本作品を原作にしたコミカライズ作品。 全4巻。作画は、進化は直し。月刊少年マガジン2008年1月号から2009年5月号まで。連載。高野の志望学部が愛学部であるなど、原作との相違点がいくつか見られる。講談社 KC デラックス。ありがとうございます。